ここからは天気の情報ソライド図鑑のコーナーです。東さんお願いします。はい、お願いします。昨日今日とよく晴れましたけども、はい、明日以降ちょっと天気が崩れそうですよね。そうなんです。この後天気は下り坂になりまして、はい、そしてですね長雨となりそうです。では明日の天気見ていきましょう、はい、まずは天気図です。明日午前9時の天気図です。今日まではですねこの高気圧にしっかりと覆われていたんですけれども、高気圧が東へ抜けていきます、はい、高気圧は時計回りの回転を持っていますので、この位置に高気圧がいると暖かく湿った空気が入り込みやすいんですね、はい、さらに前線がありますので、この前線に向かって湿った空気が流れ込むと雲ができまして雨となるんですね、うん、ということで明日からは雨となりそうです。はい、明日の各地の天気見ていきます。県内すべての地点で雨のマークとなっていますね。そしてですね降水確率を見てもらうと午前よりも午後の方が高くなっています、はい、午後は 70% から 80% ですので、ひょっとすると朝は降っていないところもあると思います。朝降っていなくても雨具を忘れずに持ってお出かけください、はい、ではその雨の予想を見ていきます。明日午前9時から見ていきます。午前9時はですね少し雨雲がかかるかもしれませんが、かなりパラパラと弱い雨となりそうです。雨がしっかりと降り始めるのは夕方です。夕方になるとこのように県内全域に雨雲がかかります、はい、ただですね雨がずっと続くというわけではなく、降ったり止んだりを繰り返しますが、夕方は降る可能性がかなり高いです、はい、帰宅する時間帯だと思いますので運転など注意をしてください。では明日の各地の気温見ていきましょう、はい、まずは朝の最低気温です、はい、今朝と比べるとかなり高くなりますね。そうですね、はい、6度や7度高くなるところもありますね、はいはい、ということでこの先はですね、朝の冷え込みはどんどん弱くなっていく予想です、はい、日中の最高気温見ていきます、うん、こちらも高いですね、はい、16度前後ですね、はい、明日日差しはないんですけれども、暖かい南風が入ってきますので、それほど寒くは感じられないのかなというふうに思いますので、そこまで厚着しなくていいのかなと思っています、はいはい、でこの先長雨になるんですけれども、その雨の予想を見ていきます、この先なんですけれども、かなり長い期間天気がぐずつきそうです。木曜日、はい、2月になってから見ていきましょうか。木曜日金曜日一旦土曜日でですね雨雲途切れるんですが、日差しには期待できないです、はい、結局曇ると思っています、うん、そして第二陣がやってきます。日曜日月曜日、はい、そして火曜日、はい、そうですね、しばらく晴れの日はなさそうですね、はい、そうです。ここも雨雲はかかっていないんですけれども、はい、それほど晴れないと思います、うん、さらにまた後ろにはですね雨雲が控えていて、はい、水曜日木曜日来週の金曜日くらいにようやく晴れてくるのかなというふうな感じで、1週間くらい天気がぐずつきそうです。はい、はい、ただですね長雨嫌だなと思われるかもしれませんが、この1ヶ月ですね非常に雨が少なかったんですね。はい、少ないところすくもですと、はい、この1月7ミリしか降っていないんですよね。平年の1割ほどですから、はい、かなり少ないですよね。そうですよね。雨が少ない影響はやはり農作物であったり、はい、ダムの貯水率も今非常に少ない状況ですので、はい、この長雨は恵みの雨になるのかなというふうに見ています。はい、続いて気温見ていきますが、雨だけではなく暖かい空気も持ってきますので、はい、非常に気温は高い状態で平年よりもかなり高い状態で推移していきます、はいはい、その中でですねこういう情報が出ています。早期天候情報というもので、高温に関する情報ですね、はい、この時期にですか。はい、ですね、この時期としては10年に一度レベルの高温となりそうなんですね、はい、2月の頭なんですけれども桜が咲く頃のような暖かさになってしまいますので、はい、低温に比べるとマシなんですけれども、こちらも、農作物の管理など注意が必要となっていきます、はい、おしまいに週間予報を見ていきます。この先はほとんど雨のマーク、梅雨のような週間予報となっていますね。そうですね、はい、土曜日傘のマークありませんし、晴れのマークも若干顔を出していますが、日差しにはあまり期待しない方が良さそうです、はい、ということで明日のポイントは、明日は夕方以降広い範囲に雨雲が広がりそうです。出かける際は雨具を忘れずに持ってお出かけください。朝の冷え込みは弱まり、日中は3月下旬並みの気温となりそうです。以上天気の情報ソライド図鑑のコーナーでした。